けが終わりましたね、無事。今日一日撮影、一緒に撮影してて思ったんだけど、ナルコちゃんめっちゃスタイル良くない？そんなことないよ。そう、めっちゃスタイル、めっちゃスタイルいいなと思ってずっと見てたんですよ。でちょっと私的にはね、あのヒンディー代表としてちょっと森デックとかがねあったらちょっと教えていただきたいなと思って、ちょっと最後にいいですか、教えてもらっても。ちょっといいですか？実はちょっとあるんで、はい、あーなるほど。じゃあちょっと気になるのでぜひ、はい、ちょっと教えてもらいたいと思います。それでは裏で教えようと思います。ゴー。はい、それでは私じゃあ貧乳代表としてね、今から全国の女子の皆さんに胸の盛り方ちょっとね見せられないので、あの何実況でちょっとレポートしていきたいと思います。じゃあ現場の鳴子先生はーい。あ、今まさにヌーブラですか？それはヌーブラです。あ、ヌーブラを今まさにつけてますね。こうペタペタとで寄せて、はい、おお、寄せて、なるほど。今めちゃくちゃグイグイすごいことになっております。なるほど。で、からのこう寄せ持ち上げて、おお、なるほど、すごい、めっちゃな、もう早速谷間の方が仕上がっております。仕上がっております先生。次は、はいはい、下を向いて、うーん、なるほど。今なんか鳴子先生下を向いております。下を向いて、それは何で下向いてるんですか？これはですね、この状態で、うわ、すごい、燃えるんですよ、すごい、感動。それは重力的な問題？いや、こっちの方が、うん、あので作らないみたいな。そうなんです。すごい、めっちゃ簡単。あ、その、はい、その段階があって、この段階が完成ですか？はい、これどうですか？え、すごい、すごい漏れたんじゃないですか？全然違いますよ。なんかこう下にこうやってやってるんですよ。下向いてこうやってやってこう持ち上げてみたいな。あ、もうこれいいんじゃない？くっきりくっきり線が出ています。じゃあ完成したということで、ナルポー先生、じゃあお願いします。どうぞ。じゃじゃん、じゃーん、どうですか？すごい、ここにくっきり線が。これが奈良先生、ちょっとポイントの方も教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、まあポイントはですね、はい、あのヌーブラですね、はい、あの前のホックがついた状態で寄せてつける、寄せつける、はい、寄せてつける、うん、それで最後ポイントはこの水着をつけた時によくみんながやりがちなんですけど、うん、こうやってこの状態でこう紐をですね、締めがちなんですけど、こう前かがみになってもらって、こうですね、そうです、先ほどこれで締めてもらうと、あのここがですね結構短いので、短く締まるので、こう引き上がってこうバストアップになるんですよ。なるほど、はい、それでさっき下向いてたんですね。はい、そうなんです。すごい、どうやって研究したんですか、この技は？あ、実は私水着屋さんでバイトしてて。なるほど、はい、それで結構あの踊る技術は学んだと。学んだ感じですね、はい、素晴らしい。ぜひぜひ女の子の皆さん、この方法必見です。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。せーの。